49カ国に対し初めての全面取材禁止。5月25日にモスクワで旧ソ連構成国が集まって開かれたユーラシア経済同盟首脳会議。そこでプーチン氏の言葉を遮り、アルメニアとアゼルバイジャンが領土をめぐり罵り合った。かつてロシアでは考えられない光景だった。プーチン氏の意向の揺らぎはこれだけではない。アルメニアの首相は6月2日にチェコのテレビ局のインタビューに、ウクライナとの戦争において我々は ロシアの同盟国ではないと明言するほどだ。さらにプーチン氏を尻目にアルミニアとアゼルバイジャンの中を取り持つ役目として西側が動き、ゼレンスキー大統領はアゼルバイジャンの大統領と首脳会談を行う。このところプーチン氏の株が下がってきているように見えるのだ。ロシアの弱体化。さらに最近こんなことも。毎年1回開かれるサンクトペテルブルク国際経済フォーラム。 これは1997年から開催され、ロシア版ダボス会議とも言うべきもので、ロシアの友好国や経済的結びつきが強い国が参加してきた。2018年には当時の安倍総理も参加している。そしてウクライナ侵攻後も取材は自由だった。去年は西側メディアもいる前で、西側の制裁は失敗だとプーチン氏は胸を張った。ところが今年は非友好国のメディアに取材許可は出さないとした。 対露制裁を課している欧米、日本など49カ国に対し初めての全面取材禁止だ。朝日新聞、小牧明義論説委員。これ非常にバタバタなんです。私も取材記者登録したんですが、一回は許可が出たんです。で、わずか一日後にやっぱりダメですって。最初私個人が出入り禁止なんだと思ったんですけど、すぐ報道が出て、ペスコフ大統領報道官が今回はそういう決定をしたと。 経緯から見ても非常に切羽詰まって対応した。反転攻勢は切迫する中、回帰と重なってしまう。そんな時に欧米の記者をいているのはまずいと。アレストビッチ氏が言うように、来年2月に戦争の行方がウクライナに傾いていたとすれば、プーチン氏の大統領再選はかなり厳しくなる。今回の措置は兵器や食料の足りなさだけでなく、プーチン氏の精神にも余裕がなくなっていることの少佐なのかもしれない。 アメリカ軍はコンパクトレーションが充実しているから強い。ロシアが動員をかけられない、兵士を増やせない理由として兵器の不足以外にアレストビッチは意外な点を指摘した。元ウクライナ大統領府長官顧問アレストビッチ。ロシアの中国への要請の中に30万人分の食料を軍用食料キットという項目があった。これは兵士のための食料すらないということ。兵士のための食料はスーパーでは買えない。軍人専門のものが必要だ。 ロシアは2024年2月までに大規模な作戦を行う能力を失うと思う。食料については兵団の補給路の問題は語られてきたが、兵士の食べるものが足りないことなど、これまで話題に上がることはなかった。だが戦争が長引く中で確かに最重要課題かもしれない。国際情報誌、法サイト、元編集長、堤見介氏。例えば、戦車がない、あるいは銃がない、これは確かに戦力に関わるわけですが、 食料というのは兵士という名の武器を動かす燃料なわけです。戦場でコンパクトレーションというんですけれど、兵士用の食料というのは最も重要。アメリカ軍なんかはコンパクトレーションが充実しているから強いと言われる。例えば保存性が高くなければいけない、カロリーが高くなければいけない、必ずチョコレートなんかも入っている。国によっては嗜好品も届けていて、例えばイタリアなんかはワインが入ってる。暑い時期でもすぐには悪くならない、それで美味しい。 なのでロシアが食品製造業を転換してコンパクトレーションをつからせようとしても簡単にはできないアレストビッチは2024年2月にロシアが大規模作戦能力を失うと危険を明言したがその意味は「朝日新聞小牧昭義論説委員2月までにっていうのは政治的な発言だと思います」「2024年3月にロシアの大統領選があるのでそこまで持たないよ」って言いたい気持ちがうかがえました 現代的な兵器が足りないとプーチン自身が発言したらしいし記事の通り充足率がかなり低下しているんだろうねということは全面的に攻勢に出ることは不可能で防衛もままならなくなってくるかたやウクライナ軍は供給兵器の制限はあっても支援を受け続けられているロシアのような軍事や兵器が売りの大国でも大規模戦争になったら1年とちょっとで物資不足気味になってしまうのか各国にとっては貴重なデータだね ウクライナ反転攻勢でもロシアは全面撤退しないゼレンスキー大統領が目指すべき戦争終結の落としどころ終結の兆しが未まだ見えないウクライナ戦争ロシア国内からはウクライナとの戦争でロシア経済は疲弊しているという声も聞こえてくるというウクライナも反転攻勢に出ようとする中経営コンサルタントの大前健一氏はゼレンスキー大統領から停戦和平の道を模索した方がいいと提言する そのーンについて大前氏が解説する。ウクライナ戦争の出口は全く見えない。米欧から兵器の供給を受けたウクライナが近く大規模な反転攻勢に出るとされ、本校執筆時点、今後はウクライナ側が優勢になる可能性がある。実際ゼレンスキー大統領は今年侵略者の敗北を不可逆的なものにできると意見健康だが、たとえウクライナの反撃が走行したとしても、ロシアを全面撤退に追い込むことはできないと思う。 なぜなら新ロシア派が支配する東部のドネツク州とルガンスク州をウクライナが完全に制圧することは難しいだろうし南部のヘルソン州とザポリージャ州も仮に全域を取り返したとしても両州を流れるドニプロ川は幅が最大 16km もあるので防御を維持するのは至難の技だと思うからだクリミア半島もロシア系の住民が7割を占めるので再びウクライナが支配することはできないだろう そのように考えると、ウクライナは今こそ停戦に持ち込むべく、東部2州の新ロシア発射地域に特別な地位を与える2014年のミンスク合意に戻るべきだと思う。ミンスク合意、2014年に勃発したウクライナ東部紛争をめぐる和平合意、その内容は包括的な停戦、東部の新ロシア発射地域に特別な地位、高度で幅広い自治を与える高級法の採択、ウクライナからの外国部隊の撤退、 ウクライナ政府による国境管理の回復などつまり東部についてはウクライナからの独立を一方的に制限したドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国に高度な自治を認めクリミア半島および南部2州のドニプロ川以南の奪還も諦めて停戦を目指すべきだと思うのだ南部はドニプロ川を朝鮮半島の38度線のような停戦ラインにして そこから南北 2km ずつを非武装地帯にするという方法が戦争終結の落としどころではないかと思う。追い詰められるロシア、総動員しないのは戦場に送る武器と食料がないから。ロシア軍の兵器の配備状況は本来配備すべき数の50%から60%程度だ。ロシアが総動員をかけたら兵士の数では圧倒的になる。これまではそう見られてきた。 そしてロシアが総動員を躊躇している理由は前回の部分動員でのロシア国内での動揺と反発が大きかったことが原因と言われてきた。だがそれだけではないようだ。番組がインタビューしたゼレンスキー大統領の最側近の一人はロシアが総動員しないのは兵士を増やしても武器がないからだと語る。特に戦車不足は深刻だという。元ウクライナ大統領府長官顧問アレストビッチ氏。 侵略が始まった時、ロシア軍は3,400両の戦車を投入した。だが今、我々が破壊したり、戦利品にした戦車の数はそれよりも多い。ロシア軍の兵器の配備状況は本来配備すべき数の50%から60%程度だ。つまり本来は31両の戦車を有する戦車旅団に12両から15両の戦車しかない。こちらが戦車を標的にしているので、戦車が不足しているのだ。ロシアの戦車被害は3,848両とされる。 もちろん被害は戦車だけではない。ロシア軍の被害、6月5日まで、兵の死傷者数21350人、装甲戦闘車7523台、燃料タンク車両6312台、大砲システム3567機、あくまでもウクライナ参謀本部発表の数字だが尋常な数ではない。朝日新聞、小牧秋吉論説委員、 ロシアの兵器製造能力がかなり衰えているのは確かなようです。戦車にしても月に1台しか生産できないとか、半導体が手に入らないからそういう状況に陥ってる。英国王立防衛安全保障研究所 RUSI 日本特別代表、秋元千秋氏、イギリス国防省の発表を聞いても動員して人を集めてもそこに十分に行き渡らせるだけの武器がないと、自動小銃にしても古い錆びついたようなものを渡すしかなくなりつつある。 動員だけしても戦争はできない武器がなければミサイルの生産能力もかなり落ちていて私が聞いたところでは巡航ミサイル KH101 ってやつは月産29発船から発射するカリブルっていう巡航ミサイルこれが月に15発しか生産できない実際にロシアが発射したミサイルの部品を拾ってみてみると登録ナンバーがあっていつ作ったやつかわかるんですが基本的に直近に作ったやつをすぐに使っている。 大規模な兵器に関してはかなり生産能力が落ちている。